くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど魔理沙、ウイスキーはどこで買っているの？私はいつも激安の電動で買っているんだぜ。大抵のお酒はそこが一番安いから正解だね。そんな魔理沙に良い情報と悲しい情報を教えてあげる。じゃあ、良い情報から教えてくれる？バランタインのファイネスト私は好きだけど魔理沙は好きかな？好きっていうか、ヘビロテしてるんだぜ。じゃあマリサ、いつもいくらくらいで買ってるの？うん、だいたい980円前後かな。時々ドンキのセールで920円弱で買えるけど。それがなんといつでも880円で売っているお店があるんです。それは安いんだぜ。いや、安すぎるんだぜ。どこのお店なの？今すぐ教えるんだぜ。実はイオンリカーなんだよね。え、イオンの中の酒売り場ってこと？そうなの意外でしょ。私が知る限り、イオンが一番安いのよ。うわぁ、いい話聞いちゃった。まさか普段からそんな激安価格があったなんて。私も初めて知った時はびっくりしたわ。それからバランタインを買う時はイオンって決めてたの。よし、じゃあ早速今から行ってくるんだぜ。その前にマリサ、悲しいお知らせを聞いてくれる？な、何か嫌な予感がするんだぜ。気づいちゃったのよ、イオンがバランタインの価格が安すぎることに。先日買いに行ったら、一気に100円も値上げされてた。そんなでは、ちょっと現場からお届けいたします。ゆっくりしていってね。さあ、イオンの酒売り場に来たよ。久しぶりなんだぜ。扱っている酒の種類が多いから、いつ来てもワクワクするよね。じゃあ、早速ウイスキーを見に行くんだぜ。そうそう、バランタインは高くなっちゃったけど。マイナーなスコッチがたくさん880円で売られているよ。スコッチということはスコットランド産。880円って激安なんだぜ。あったんだぜ、これが激安スコッチか。グレンスティベル、インバネスクリーム。初めて見る銘柄ね。私も初めて見たんだぜ。すごいウイスキーを発見。名前がブレンデッドスコッチウイスキー3年。それが名前なの？私もびっくりだよ。他にはクルーニー、バーンマッケンジー。980円シリーズもあるわよ。どれどれ？ロングジョンにザッカリア・ハリスね。あとは有名どころで、カティ・サークとグランツ・トリプルウッドもあるわ。その2本は何度も飲んだことがあるんだぜ。アンダー1000円ならお買い得だね。で、肝心のバランタイン・ファイネストなんだけど。ほんとだ、980円になってるんだぜ。まあ、すごく残念なんだけど、それでも高くない設定だからこれで文句を言っちゃいけないのかもしれないわね。880円のうちに買い占めたかったんだぜ。ちなみにバランタインの他のシリーズはどんな感じ？別のコーナーに3種類あるよ。7年とバレルスムースと12年ね。バランタインの価格は、他店と比べてもいい勝負してるよね。うん、この値段なら満足かな。じゃ、私バレルスムースを買って帰ろうかな。イオンはスーパーなのにお酒の種類が豊富だから見て歩くだけでも楽しいよね。シングルモルトやアイリッシュもあるんだぜ。ハーフボトルやミニボトルもあるんだね。これからはイオンに来たら、リカーコーナーはマストなんだぜ。